ジュゼッペ・ベッツオーリはイタリアの画家である。フランス出身の画家、ジャンバティスト・フレデリク・デ・マレーに学び、新古典主義の画家に数えられる。フィレンツェの農家で生まれた。聖はバスアリーであったのを古代からのフィレンツェの名家の聖、ベスアリーに変えた。1796年に12歳で、フィレンツェの美術学校に入学した。フランス出身の新古典主義の画家。 ジャンバティスト・フレデリック・デ・マレーや、ピアッツ・オーリ、ペドローニに学んだ。1812年に、美術学校から3年間の奨学資金を得て、ローマに留学し、巨匠の絵画を模写して修行し、ミラノやボローニャ、ナポリへ旅した。フィレンツェに戻った後、1816年から、プッチ宮殿やピッティ宮殿の壁画を制作した。1830年代には、 フィレンツェの美術学校で教え始め、1844年に校長のピエトロ・ベンベヌーティが亡くなった後、教授の称号を得た。ベッツオーリが教えた学生には、ジョバンニ・ファットリア・ジュゼッペ・ラッチを、エンリコ・ポラストリーに、カルロア・デ・モロラがいる。ありがとうございます。